CIA に入る前にコンデンサーのパートがあったんですね。前回ちょっと勘違いしてましたね。はい。ということで、こんにちは、ブルーホースです。本日もビヨンドやってまいりましょう。かわいい雪だるまちゃんが降りしきる中。雪だるま降ってこないな。雪だるま降ってきたら痛いな。で、なんかホームレスというパートだったよね。ものすごいジョディ老けてましたね。というのも、なんか次のチャプターを始める前に一旦その区切ってトップページに戻ると、その次のパートに出てくるジョディの姿がなんか映ってるっぽいんだよね。なるほど。これは逃げ切った後になるのかな？大丈夫？寒くない？立ち上がるところが始まるね。さあ立つんだ。立つんだ、ジョー！ここは一体どこだ？デトロイトか。寒いもんね。おお。なんかもうやばいやついるじゃん。ついてきてる？これもしかして。どこまでいける？これ今。これでも離れるとジョディやばいよね。ジョディ3体に囲まれてる。やばいな、これ。なんとかならないかね。歩け歩け。周りを見渡しても、シューズ。こっち見てる。かわいい。どこ住んでたらいい？これバス停なの？違うの？バス停じゃないの？コールフォンかな？そうだね。モバイルフォンヒア。なんか、ストアアウアーズ。なんかただただ歩いてるだけだけど。ちょっと待って。なんか勝手に斜めっていく。勝手に斜めっていく。分厚い本。裏。なんか、ついに餓死した。お兄さん、お兄さん、お姉さん、どっちだ。これはどれを選択するべき？やっぱ人でもこっちだよね。びっくりさせておいて、からの、関係なかったね。これ以上はいけなさそうだね。この人を憑依する？それとも、こっち？これを？探り当てる前に憑依してしまおう。ああじゃねえよ。ああ じゃあ、ドン。さあ、ビビらせていかせるおい、しっかりしろ。違う。見つけた？倒れてる人見た？それとも、こいつひょい。おい、お前大丈夫か？全然気づかないじゃん。気づいた。でもな、少女だからな、こんな寒い夜中でも男は盛る可能性があるから気をつけた方がいいよ。でもこの死にかけにさすがに、浴場するほど変態はいないか。大丈夫か？助けてくれた。さすが、紳士でございますね。よかったよかった。もうね、終わった。あったかい場所じゃないね。これはどっちかというとちょっとやばい場所。ジョディ、ダメだ！なんでダメだ？ダメだ、フシ。苦し紛れの。ジョディ、ほら。なんかどっかから逃げるあれだったのかな。飲みなって飲ませるようなものがあるんだったら、ホームレスで。だってや。どなた？オス。オス、オラ、ジョディ。目を覚まさないかと思ったよ。起きちゃってごめんね。この格好だとあれだね、ボーイッシュここなは感じだから、男の子か女の子か分かんないね。俺の家さ。ライハウス。贅沢じゃないが、おお、めっちゃ贅沢な感じす静るけどかね。だよ。おお、でも高架下だから車とか電車があ通っんたたらは道バーってになる倒かれてたんだ。ら。そうなんだ見よてるね。ありさまで。あなたが手当てを。その通そり。れは誰かがやらないと。君は倒れてたん野良だ犬かみらたいね。に野垂れ死にさせるわけにはいかない。ありがとうございます。でも野良犬も助けてあげてよ。案俺外はスタン。ハンティングしよう。スタン。あんたは？ジョディ。この世に戻ってきた気分は？本当にあの世に行ってたからね。
たまには連れがいるっていうのも悪くない。いやこの声優さんの声の感じいいな。飲みます。恋しうまくはないが寒さには効く。そりゃそうだ。いただきます。コーヒー大好きです。熱いぞ。大丈夫。あー、うおー、ほん、なんか、ザ・ホームレスって格好だね。あ、飲んでる。コーヒーってね、美味しいよね。酸味が濃いのと、苦味が濃いのと、どっちがいい？ちょっとごまかすか。わかんない。だって。ずっと、寝てたんだもん。寒すぎてそんなこと覚えてない。確かにね。あの、この一個前に何があったのかわからない。そうなの。おじさんみたいに人が死にかけたよ。うん、それこそ行かれる手前さ。そうだね。だが慣れるもんだ。慣れたら良くない気はするけどね。まあホームレスいい感じの部屋住んでるけどね。その通り。ん？おや？それとも行かれた彼氏か。いや、もっと行かれたやつ。ここは真実と言ってこうか。嘘ぴょーん。実は彼氏にダーブイされた。殺されそうに。だから逃げ出したの。まだ恋したことないでしょ。逃げて正解だ。そんな男といるより、路上生活の方がマシさ。行くあてはあると思うかい。家族とか友達とかいないのかい。だったったった。ここもごまかす。あんまり話したくない。そうか、特殊な子だからね。しかも親に見捨てられてるんだもんね、これね。親っていうか、まあ親父というか、うん、これは立ち上がるのかな。コーヒーを置いて、ここにいたければいいな。ありがとう。大したものはないが。いや、もうコーヒーだけで十分心が温まった。好きに使っていい。マジで？じゃあまずは段ボール燃やして寒さを。いやいや、じゃあこれかな。あったかい。こういう日がね、マジでね、心に染みるんだよね。キャンプとかやった時とか、すごい本当に、心に染みる。あ！あ、他にも住人がいるんだ。どうも。どうも。はい。あ、女性か。オレンジの服着た、あれかと思った。ん？おう。あら、かわいい、かわいいワンちゃんのぬいぐるみがいる。お話できる、この人。話はできない。あ、でもなんかズボンの方見てたけど、ズボンちょうだいとかは無理か。サイズがちょっとね、この人の方が大きそうだもんね。で、続いて、あ、あの、いたの。うわぁ、なんかちょっとあんまり考えたくないぞ。考えたくないから、なんか今度、すごい、今度、ごっつい、おじいちゃんみたいな。寒っ。温まります。え？どうした？おやおや。おやおや。生き返ったみたいだな。ハレルヤ。おお、神よ。おお、なんか魔法の王国へようこそ、お嬢さん。マジで魔法？じゃあエクスペクト。はしなくていいかな。ここはなんだ？住人が4人いるのかな？で、こっちも行って。なんかこの人あんま愛想良くなさそうか。大丈夫かな。元ミュージシャンかな。でしょう。はーい。え、待って、やばいんじゃないのそれ。何それ。え、何してんの、何してんの。見ていいのか見ちゃいけないのかを出てしまったな。ああ、はい、どうしたのそれ。好きなのそういうのが。目も当てられねえや。じゃあ全員見たし、外に、あ、これ昼間になってるね。どうしたらいい、これ。好きなだけ言っていいとは言われたけど。スタン、みんなに挨拶してきたよ。誰も名前教えてくれなかったけど。なんか魔法の王国なんだって、ここ。とりあえず、他の仲間について。みんな知り合い。いや、そういうわけじゃない。あれはウォルター。ウォルター。おお。あいつは酒飲みだな。ミティ・ウォルター。気のいいやつだ。あ、めっちゃいい人っぽかった。うん。あんな感じ。あれはジミー。腐
薬にありつけてないときは近づくな。なるほど。それであれか、幻覚を見ないように。チューズで妊娠してる。あ、そうなの。だからあれか、乳母車があったのか。そうだよね。旦那逃げて、しかも家もないってなったらな。とりあえず、ありがとう。助けてくれてありがとう。ありがとう。構わないさ。困ったときはお互い様やからな。ところで、ちょっと疑問があるんやけど。助けなくてよかったのに。そこかい。違う違う。なんでこんなことしてるのっていうのを聞きたかったの。そう言うなよ。うん、せっかく助けたんだから。君はそんなに可愛いんだ。そう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 。人間人生どこかのタイミングでどん底を味わう経験はね、あると思うんだよ、ね。耐えなきゃなんねえ時が。僕はそれが3年前。俺たちは居場所を見つけたが。何があったかは他の動画で喋ってます。助けてほしい。なぜ助けたの？あ、そっち？なんか難しいねこれ。凍え死にさせろって。いや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 、助けてくれてありがとうございます。できることをしたまでだ。それだけだよ。ただそれだけのことをいろいろと喋ったけど、特になんかできることがあるわけ。じゃあ呪文。何か言いたいことがあるみたい。奥さんかな。え、幽霊。お、幽霊がどっかにいるってこと。びっくりした今。あの普通にジョディにビビった。幽霊、幽霊がどっかいる。これとりあえず他でなんかできることある。生きてるね。そうか、妊娠してらっしゃるのね。で、それからこっちは行けない。まさかの行けない。じゃあ戻って、これは奥さんから、あ、ジュワー、あ、そんな、あ、悪いことするんだ。ジョディ過去詮索するの。おお、遷移しました。何が起こった。テストの結果が出たわ、スタ。はい。妊娠してなかった。テスト、何のテスト、何のテスト、ちょっと何のテスト、めっちゃ気になる。そしてその写真を見ても何も言わないスタン、一体何だった。スタン、相変わらず、お前、君さっきが立ってやり座ったりどうした。落ち着きがないね。女性のことに聞きたい。身近な人が亡くなったりしてない。なんでそんなことわかるんだと、お前は聞く。俺の、妻の。妻の妻、え、ナンシーが。ナンシー、ああ、2年前に白血病で。妻の妹がとかって、まさかそこで浮気してたなんていう。私、あ、そういうことか。テストの結果、白血病だっていうことが分かったってことか。それであんな重々しい雰囲気だったね。だって子供ができたら、テストの結果が出たわってなるもんね。そうじゃないってことは違うってことだ。で、あとは、あ、違うな。これはできるわけじゃないのか。こっちで、なんか、行為できそうなあれがあるね。あ、でも行けないな。とりあえず、なんか裏に、裏道があったぞ。こっち抜けていく？てか、外も出れるのかな？こっちはなんかある？うわ、なんかまたホラー要素とかあるんじゃないだろうな。そっちは行かない方がいい。おー！で、俺で、幽霊って本当の幽霊出てきちゃう。もう本当にホラーじゃない回だと思ってたらホラーだったよ。何してる。いやー、ちょっと、あの、薬が、違う、あの、ちょっとお化けがね。違うの。そんなんじゃない。お化け化け化けバーが出てきた。うまく言えないけど。そうなんです。なら言わなきゃいい。おお、はい。言っておくがな、俺は薬は持ってねえし、はい、関わるつもりもねえ。あ、薬に対してはあれなのかな。薬もやらない。本当。薬に対してはかなりきつい人なのね。本当にやってないんだろうな。なんで薬に関してはこんなにきついんだろう。薬に何かトラウマか何かがあるの。ちょっと先に行ってみようか。
あ、行けないんだ。こっち行く？行ける？いや、やめとこうってことか。こいつが空いてるから、この人たち、このなんかちょっと不遇なことが起こってんじゃないか。で、これが気になるけど、これなんかできないんだよね。無理か。じゃあ、こっちの方で。ほい、行ってこい、エイデン。エイデン。酒さえ飲んでりゃいいで、酒ってそんな、なんかそんな、大胆な飲み方するものじゃない気がする。こっちは特にないか。大丈夫？ブラッドリー・クーパーみたいなかもしれないけど。特にないから、もう一回スタンに話して、実は、なんだ、釣りならねえぞとかって、いや、そうじゃなくて、私の話を聞いて、とか。あれ？何もできないね。じゃあ、火温まるか。温まりながら、話を聞く、こともしない。じゃあ、出ていくか。お邪魔しました。おいおい、どこに行く気だ？あ、なんかある、なんかある。これ何？は？って言うと、物騒なものがあるね。自分の身は自分で守れってか。でも裸じゃ持っていけないだろうな。お前、そいつで行って何をする気？あ、ちょ、絶対ダメ。やらない。やんないよ。ダメ。やんない。そう。君にはエイディンがいる。この人生を呪うたくなるかもしれないけど、君には。うわ、まさかそんな、でも、あれだね。今のは多分、カットする方が、選択肢として少ない方になるんだろうな。意外と高い場所にいるな。おーおーおお。いえ、飛び降りないよ。なんで？なんでそんな死のうとする？戻る。おい、何やってるんだ？さっさと一番よ。もう食べるものがない。一緒に取りに行かないか。どうにかしないとな。お前もちょっと稼いでみる。一緒にやろう。ただその稼ぐっていうのがエロい意味じゃなかったら喜んで稼ぐぞ。うん、一緒に行こう。